我が半身よ。ムー君について改めて検索してみたんだけど、ゴシッパーのアカウントでいろいろ書いてるんだよ。ほら、今作ってる新曲最高コスモイ。惜しい、方向は間違ってない。見てるとこっちが恥ずかしくなってくる。やっぱ苦手だわ。やってるのは作詞作曲じゃない、コスモとの通訳なんだよね。リグレットの声はリアルコスモイ。他のバーチャドールに歌わせてもコスモは見えないからね。あ、動画もあった。みんなコスモ感じてる？ムー君チャンネルの時間だよ。今日はムーミンのみんなからの質問を募集しちゃうよ。もういいや。部長はどう思う？こういうタイプだよな。お二人はその人が好きなんですか？ん？ああ、マリエちゃんか。びっくりした。あ、ごめんなさい。お二人がとても楽しそうだったからつい。最近すごく仲良しさんですよね。ああ、そうかも。いろいろ趣味が合うっていうかな。マリエちゃんもムー君の曲好きなの？実はリグレットの曲あんまり聞いたことがなくて、後で聞いてみますね。お、今度プラネタリウムでファンミ決定だってさ。ファンミ？ファンミーティング、つまりはファンの人を集めたイベントだね。ミニライブにアート展示、握手会もあるみたい。はあ、いろいろすごいですね。私ももうちょっと流行に気をつけないとですね。あ、そろそろ次の授業が始まりますよ。よし、とりあえず何か手がかりがあるかもしれないし、チケットを応募しとこうな。他の部員にも応募するよう言っとく。何何？みんなもムーミンなん？めっちゃ嬉しい。同じ星の子ってことだもんね。ココアもほら聞いてみてよ。へえ、ココア興味ない。うっそ、ムー君めっかわなのに。へえ、全然好みじゃない。食わず嫌いは良くないって。無駄なものでお腹膨らませたくないんだってな。プラネタリウムのファン見当たるかな。ムー君のアート作品見れるのヤバくない？ムー君のアートマジで人生観変わるから。めっちゃ深い、考えさせられる。ふーん、ばっからし。銀ちゃんはもう少し学校の中で情報を集めてみるんだって。最終下校時刻を守るようワイヤーしておかないといけませんね。ほっときなって、子供じゃあるまいし。そうはいきませんね。偽りとはいえ学生という立場ですから、規律は守るべきです。でないと堕落してしまいますからね。ただでさえ人を甘やかした世界です。自らを律する必要があります。見て、あれが九段。あ、学士のやつか。どうやら九段がテレビに出てリグレットについて語っているようですね。ああ、
ですから、リグレットの歌は世代や性別にとらわれることなく、世界中の人々に癒しと安らぎ、そして刺激的な興奮をもたらすのです。そしてライブではファンにとっての最高の体験をお約束します。耳で聞くだけにとどまらない、五感に響く演出で心を揺さぶられることでしょう。私は残念ながら歌には自信がありませんが、リグレットと一緒なら皆さんに音楽を届けることができます。こんなにありがたいことはないですね。何にせよリグレットに身を委ねていれば何も心配ありません。何も不安に思うことはありませんよ。こうなって改めて聞くと相当怪しいな。でもこの子いい声よね。勧められたらいろいろ買わされちゃいそう。アミキ、困ったらクーリングオフを利用するのですよ。でやば、私もうバイトの時間なんで先行くね。待ちたまえ、バイトは高速で禁止。学生ってのは学校に隠れてバイトするもんなの。だいたい家賃を稼がなきゃいけないでしょ。家賃ですか。当たり前じゃん、働かざる者食うべからず。いや、それは現実の世界ならば正しいが、ここリドゥではおかしいのではありませんか。ここはそれぞれの理想と選択が反映された世界、自宅も望めばあるのでは。自分で必要なお金ぐらい自分で稼ぎたいし、それも私の勝手でしょ。じゃあね。キリコちゃんは楽をするより自立した生活を送りたかった子なんだね。偉いね。苦労すること自体も彼女の理想の生き方だというのですね。現実であそこまでのことを成しておきながら。確かにそれに関しては同意します。しかし規律は俺の理想でもありますから譲れませんね。我が半身よ。意味わかんない。朝の占いでも獅子座1位って言ってたし。あ、もうムー君のファミ抽選発表来てんの。てあちゃん、私も全没ったわ。うわ、もうオークションサイトにも出てるよ。転売ヤーエグすぎ。ああ、僕も外れ。これ当たった人いるのかな。マジかよ、当たってんじゃん。さすが我が半身。はあ？とにかくペアチケットなんだろ。僕と二人は入れるわけだ。他はどうなったかな。うーわ、のとくん当選自慢とかないわ。外れた人の気持ちとか考えらんないの。しかも男同士とか、ムーくんの魅力わかってんのかな。逃げるぞ部長、目を合わせるな。のとくん、のとくん、ココアもそれ行きたいな。ダメかな。
ダメ。そもそも当てたのこいつだし。はあ、そうなんだ。同じクラスなのにあんまり話したことなかったよね。私ココア、よろしくね。ココアね、最近ムー君に興味出てね、今回のイベント行ってみたいなって思ってたんだけど、連れてってくれない？よかったらお二人もお弁当一緒に食べませんか？天気もいいので屋上とかで。行くよ。なあ部長。よかった、勇気出して誘った甲斐がありました。浜吹マリエ。ココア、ムー君興味ないんじゃなかったっけ？ん？全然ないよ。おコバトさん、お疲れ。ねえマリマリ、俺と一緒にプラネタリウム行かね？あ、風祭りさん、こんにちは。プラネタリウムですか？ムー君って知ってる？今超熱いアーティストなんだけど、そいつのファンミのチケット持ってんの俺。おお、ムー君さん、最近教えられて知りました。そうなんだ、ちょうどいいじゃん。チケット代のことなら心配しなくていい。もちろんその後の夜飯も俺が。ごめんなさい、もっと詳しい方に譲ってあげた方が喜ばれると思いますよ。そっか、そうか、ダメか。盾伏のマドンナ落とせるくらいのジョーカー手に入れたと思ったんだけどな。コバトさん、落ち込んでるとこ申し訳ないんすけど。そのチケットいらないなら譲ってもらえません？うっせ、男にやるものなんてねえよ。言って、可愛い後輩でしょ。僕が女だったら譲ってくれたってんすか？なあ、ふざけんな。譲ってるに決まってんだろ。可愛い後輩がマジ可愛い後輩になんだろ。最高かよ。そりゃ残念だ。ほっ、はじめまして。俺と一緒にプラネタリウム行かね？折れないな、小鳩さんは。ごめんね、マリエちゃん。ん？何がですか？コバトさんのこと。あれで女癖の悪さ以外は悪い人じゃないんだけどね。いえいえ、気にしなくていいですよ。のとくんは風祭りさんとはずっと仲がいいんですか？まあね、1年の時から可愛がってくれてる。下にも分け隔てないいい先輩なんだよ。そうなんですね。風祭りさん、生徒会へのクレーム投書数トップなので少し警戒していたんですが、のとくんがそういうのであればきっといい人なんでしょうね。それより皆さんがそんなに楽しみにしているイベントのチケット、私も応募しておけばよかったです。へえ、意外だな。マリエちゃんもそういうの興味あるんだ。はい、なぜか皆さん私のことを真面目だとかお嬢様のような扱いをするのですが、一応普通の高校生なんですよ。だいたい名前呼ぶときも皆さん私にだけ天吹って。マリエちゃんと呼んでくれるのはのとくんぐらいです。ああ、来やすくてごめんね。癖で。嫌じゃなかったんならよかった。もちろん、天吹っていう名字固くて距離を感じてしまいますし。一応マリエちゃんにもあの質問してみようか。そういえば話は変わるんだけど、マリエちゃんって最近なんか夢って見た？夢ですか？
そういえば最近見てない気がしますね。ん？どういう意味ですか？寝ている間に見る夢と将来の夢的なものの違いですか？これは驚いた。マリエも夢のことを知っているのだな。え、今の誰の声ですか？しかもキーの声が聞こえた。つまりマリエ先輩も帰宅部候補ってこと？だとしたら超嬉しいけど。キーが見えて聞こえているというのであればそう考えた方が良さそうですね。部員が増えて嬉しいな。それも生徒会長さんだなんて得した気分。はあ、でも驚きました。ここが現実の世界じゃなくて皆さんが元の世界に戻ろうと戦っていただなんて。随分あっさり信じていますが混乱はないのですか？いえ、もちろん混乱はしているんですけれど、お二人に加えて鶴巻さん、アミキさん、宮迫さんまで同じことを言っている。私が知る限り悪趣味な冗談は言わない人たちです。聞いた聞いた、信頼されてるよ私たち。はいはい、どうする？マリエ先輩、帰宅部に入る？迷うところだろうけど僕たちと一緒にいた方が安全だと思う。結論を考えるのは後回しにしても一旦入ります。入れてください、帰宅部。そんな即決でいいのですか？皆さんの言うことが本当ならば妄想の世界で成功したって意味ないですよ。現実に立ち向かうべきだと私は思います。そうなの、私もそう思う。さすが生徒会長だな、優等生だわ。ほんとほんと、同じ優等生でもなんで翔太先輩とこんなに違うんだか。うるさいですね。あ、もちろん部長であるあなたが許せばなんですけど。ありがとうございます。お役に立てるように頑張りますね。それにしても帰宅部、帰宅部ですか。なんだか不思議な響きですね。あ、なんだと！カタルシスエフェクト？これは一体。そのままでいるのだ。ゴーライブ！この姿は一体。カタルシスエフェクト、まがいものたちと戦うための力だ。しかしこんなにあっさり手に入っちゃうのね。やっぱり生徒会長って特別なのかな。マリア先輩！とりあえず保健室へ。放課後また集まりましょう。どうしたのだ？何か気になるか？確かに。マリエはあの時夢は見ていないと言った。しかし夢の存在は知っている。気になるな。体調はもう大丈夫ですか、天吹君？はい、心配をおかけしました。もう大丈夫です。うむ、では改めて帰宅部作戦会議を始める。
さっき話した通り、僕と部長でムー君のイベントへ参加してくるよ。でもそのペアチケット当たったの部長だけなんでしょ？二人しか入れないじゃん。とりあえずファンのふりして様子見。荒ごとにするつもりはないよ。とはいえ何があるか分かりませんし、二人だけではなかなか不安ですね。私たち全員分は揃わないの？無理っぽいね。すっごいブレッジついてる。ブレッジ？高くなってるってこと。一枚なら思い当たる節が。何かいい案あるの？大丈夫かな本当に。ったく、どいつもこいつも。なんで俺のことそんな避けっかな。泣いちゃうぞ。あれ、どうしたのマリマリ。お昼はすみませんでした。せっかく声をかけていただいたのに。ああ、いや気にしなくていいよ。どうせ俺なんてチャラ男とか種馬野郎とか呼ばれてんの知ってっから。まあマリマリは生徒会長様だしな。そりゃ問題児の俺なんかと一緒にデートはきついよな。今さらなんですけれど、やっぱりご一緒してはいけませんか？マジで？あの後気になってムー君さんの歌を聞いてみたのですが、とっても素敵で、それにのと君から風祭りさんがいかにいい人かというのを聞きました。正直言うと私、風祭りさんが不誠実な人だと誤解してたんです。本当にすみません。おいおい、持つべきものは可愛い後輩じゃねえか。許してくれますか？当たり前だろ。女の子が謝ってるのに許さない男はいねえよ。むしろマジで言ってくれんの？もちろんです。ぜひお願いします。行く行く行く。あ、もうダメだぜ。約束したかんね。今更やっぱなしとか。俺ほんと心折れっから。はあ、よろしくお願いします。私あまり流行の曲とか聞いていなかったので、もしよかったらいろいろ教えてもらえませんか？もちろん。トレンドのことは俺に任せな。うまくいったってことかな。いい先輩だよ。物腰柔らかいけどリーダーシップあるし、不良生徒の私にもずっと優しかったし。あ、どうしたのだ？いや、さっきマリエ先輩保健室に連れて行くときちょっと話したんだけどさ、マリエ先輩現実のことを思い出してないみたい。カタルシスエフェクト使えるようになってるのに。そんなことってあるの？考えづらい。話したくなくて思い出したくないふりしてるのかもしれないけどさ。Thank you.
我が半身よ。物語に出てきた主人公はなぜ身を挺して他人をかばったのだ。何の得にもならない上に非効率だろ。ああ、まあそういうこともあるんだよ人間って。わからん。銀も同じシチュエーションだったら他人をかばうのか。まあかばうような男でありたいね。熱いだろそっちの方が。ちょっといいですか。マリエちゃんどうかした。本当に申し訳ないんですけど、二人にちょっとお願いが。え、私まだ何も言ってませんけど。あの全部じゃなくていいんです。少し運ぶのを手伝ってもらえたら。オーケー、僕も手伝うよ。ごめんなさい、なんだか二人に押し付けたみたいになってしまって。委員長、細かい仕事多いんだからもっと気楽に僕たちのこと頼ってよ。二人がこう言ってるんだ。マリエ、遠慮せずこき使ってやれ。でも少なくとも僕は頼ってくれるのすごく嬉しいな。特に女の子に頼られるとさ、つい張り切っちゃうよ。チャラ。うっせ。じゃあお言葉に甘えますね。ありがとうございます。失礼しました。部長って気が利くよな。そうか、まあ年の近い姉がいるからね。女の子に対してはそうかも。どうした、ギン。急に浮かない顔して。ん、ああ何でもないけど。休み時間終わっちゃうな。さっさと戻ろうぜ。なんか変な顔をしていたな。気のせいか。部長ちゃん、今帰り？よかったら一緒に。待て、二人とも気をつけろ。嫌な気配がする。やっぱりデジヘッドだ。この人数、二人じゃちょっと厳しいが、どうにかして戦うしか。ここは私が何とかする。部長ちゃんとキイちゃんは逃げて。ああ、ササラ、お前何を。ここで部長ちゃんにもしものことがあったら現実に帰れなくなっちゃう。さあ早く。いいのよ、あなたは生きなきゃダメなの。部長ちゃんには指一本触れさせないから。はぁ、ササラ、いいから早く行って。そこ、どいてください。
くりした。驚かせてしまってごめんなさい。足止めしなきゃと思ってとっさに。いや、いい判断だった。助かったぞマリエ。マリエちゃん、ありがとう。アミキさん、大丈夫ですか？うん、自分で治癒できるから。部長ちゃん、あなた怪我はない？怖い顔をしてどうしたの？どこか痛いの？でも死んじゃったら現実に帰れなくなっちゃうでしょ。勝ち目がないなら二人で死ぬより一人が生きて戻った方がいいもの。その一人っていうのはあなたのことよ、部長ちゃん。ササラ、お前な。アミキさん、部長が怒るのは当然ですよ。二人一緒に助かる道を探してください。でもそうやって判断を先延ばしにして二人とも死んじゃったらどうするの？それは部長ちゃんにもしものことがあればキイちゃんだって無事じゃいられないのよ。他のみんなも現実に戻れなくなっちゃう。にしてもさっきのは思い切りが良すぎるだろう。私も命は平等だと思う。でも私の行動が間違ってると思わない、やっぱりダメよ。何があってもみんなは無事に帰らなきゃ絶対ダメなのよ。アミキさん、安心よ。で話がうますぎると思ったよ確かに二人きりでとは言ってなかったもんな。おいのトキン、てめえ後で覚えてろよ。まあまあいいじゃないすか、僕も友達と回るしダブルデートみたいなもんでしょ。クソが！はーい、みんな僕のファンミへようこそ。厳正なる抽選を乗り越えたみんなに素敵なひとときをプレゼントするよ。今回は僕のアートの個展を兼ねていてね、イベント会場までの道のりに作品を置いてるんだ。ぜひ僕の世界に触れていってね。ここから先はチケット1枚につき2人、ペアで順番に進んでね。よっしゃ行こうぜマリマリ。え、あのノト君たちと一緒じゃん。ちょっと引っ張らないでください。だ、ちょ、コバトさん先行っちゃったよ。おい、よし、じゃあ僕たちも行こうか。
なんか深いよね。うん、深い。このオブジェから宇宙を感じるよね。アートって感じ。やば、なんか涙出てきちゃった。なんていうか、救われるって感じ。うん、そうだよな。マジ芸術って感じだよな。ね、やっぱムー君最高。この絵なんか特にさ、ムー君の感性が一番現れてるよな。それ、この世に確かなものなんて何もないっていうメッセージが詰まってる。やっぱり彼が宇宙からのメッセージによって救われたっていう経験があるからだと思う。地上のルールに縛られるのはナンセンスだっていう。彼にしか出せない色だよな、この赤とか特に。これが芸術か？キーにはよくわからんが。絶対違う。適当だよこれ。適当にそれっぽいもの作ってるだけだよ。展示のキャプション読んだ？ペラペラの言葉で自分褒めてるだけだったぜ。一番嫌いなタイプだ。他人を突き放して理解できない方が劣ってるみたいなレッテル貼ってくる。なんか珍しいな、銀がそこまでイラつくとは。悪い、こういう卑怯なやつ嫌いなんだ。こっちはどうしようもない現実に成功法で立ち向かうしかないってのに。マリエちゃんに何かあってからじゃ遅いし、先行こうか。もらえるもんはもらっとけい。深いよね。深い。コスモってこういうことなんだろうね。やっぱムー君って天才だわ。さすがにこれはないんじゃない？これどういう意味かわかる？ほうほう、これはあれだな、現体制への批判とか。やっぱり私もそう思ってた。ムー君マジ天才。よくわかんないけどな。ロスコやモンドリアンみたいな極限まで抽象化された何かを感じる。それ、この世の問題は全て論じるに値しないっていうメッセージが詰まってる。やっぱり彼の宇宙的なモチーフへのこだわりを感じる。全ての真理は宇宙にあるっていう。まあそう言われるとそんな気もしてくるな。実際どうな？適当極まってるよ。褒めてくれる人間しか周りにいないから何でもありになってきてるんでしょ。もし僕が現実に気づいてなかったら、周りに合わせて受け入れてた可能性もあるってことか。まあそうなるな。クソだわ。マリアに何かあったか？行くぞ！お、いいものみー。これがムー君とやらの曲か。あ、ムー君の曲じゃん。ここで流れんのめっちゃエモー。まずい、
全力で行くぞ。この通路から先は洗脳ゾーンってことかよ。もしや罠にかけられたか。そうしたいところだけど、マリエちゃんが危ないな。追いついてくるように連絡しとく。僕たちは先を急ごうぜ。もらえるもんはもらっとけい。この見っけ。もらえるもんはもらっとけい。さっさと片付けようぜ。燃える戦いだったぜ。お、いいもの見時間がかかったな。ごめんなさいね、翔太ちゃんの説得に時間が。
よく考えてみると、チケットがないのに侵入するのはいかがなものかと思いまして。うるさいな、人命がかかってんの、緊急事態。しかし議論は後、早く行こうぜ。喧嘩売る相手選んだ。すごいなあ、もう。うわあ、危ねえ。武器活動の賜物です。もらえるもんはもらっとけい。喧嘩売る相手選んだ。
いもの見っけ。見つかった。さっさと片付けよう。物を切ってしまった。やっべ。もらえるもんはもらっとけい。お、いいもの見っけ。もらえるもんはもらっとけい。翔太さん、悪いもん。この見っけ。なかなか。もらえるもんはもらっとけい。